そうですね、20万回が超えて、東京ドリフトは。で、ステイホームトゥナイトが30万回行こうとしてるんですかね。ありがたいことに。ちょっとあの、僕、普通に感動して、はい。あの、ついついストーリーでシェアしてます。あ、ありがとうございます。はい。あれ、ほんと、シュークリーム代しか買ってないんで。シュークリーム代だけで。すごいっすね。いやー、いやです。しかも今あの東京ドリフトのあの動画の作り方というか、はい、こういう風に作ったみたいなあのチュートリアル動画も作ってるんで、はい。でもなんかこれを機にそういうちょっと興味あったことに、はい、まあ在宅ワークしてる人もいると思うんですけど、はい、家にいる時間が多い人はなんかそういう動画とかめっちゃいいっすね。いや、やったらいいと思いますよ。いや、ファイナルカットプロまでいかないですけど、皆さん、アップルのね、なんか商品持ってたら、あの、iMovie ぐらいはついてるじゃないですか、iPhone に。はいはい、あれでも十分いけるし、最近は TikTok でも動画編集とかすごい機能高いんで、うん。なんかね、簡単にみんながこう、作品を作れる時代だと思うんで。はいはいはい。うん、なんかクリエイティブする人が増えると面白いですよね。そうですね。うん。なんか人の色が出てきますもんね。そうそうそう。フォト作りだったりそういう動画とかも含めて。はい。いや、楽しみです。あっという間に時間過ぎますよ。それこそ。本当ですか。はい。でもそういう意味に使ってるっすね、やっぱり。そうですね。なんかね、あの飲まれたくないですよね。ああ、まあ確かに。この今の、なんかネガティブに。うん。うん。でも、すごい、すごいなって単純に思いました。いや、本当に。近藤さん、うまいっすね。飲みます。いや、飲んでください。じゃあ、商品の、はい。一応なんか軽い説明。はい。とかを、させていただこうかなと思うんですけど。うん。スエ君が今着てる、こちらですね。はいはい。見えるかな？はい。今日、MFC ストアのオンラインストアで予約を開始したんですけれども、はい。今、スエ君も着てるこの白と、黒。はいはい。で、これは、スエ君とお話をしてちょっと古着っぽくしたんですよね、うん、そうですね。で、あのここのプリントの方法も一回色を抜いてから入れるっていう、ちょっと普通とは、ちょっと待ってくださいね、音楽消えちゃったんですけど、今音楽なしでも多分2人だから大丈夫ですよね。大丈夫っす。これですね。うん、プリント方法がちょっと今まで MFC ではやってなかった、初の、はい、初のプリント技法で、ちょっと古着っぽく見えるプリントをさらに今回、これも MFC ストアで初めての試みなんですけど、あ、ワンウォッシュをしてちょっとクタッとわざと初めからさせてます。いいなぁ。こだわりのワンウォッシュ、嬉しいっすね。ワンウォッシュいいですよね。なんかそこまで来ても、つまんないじゃないですか。乾燥機とかで、ね。もともとワンウォッシュされてるんで、うん。家で洗うワンウォッシュとは全然違いますもんね、やっぱりね。そうですね。ちゃんとあの業者がしっかり。業者のワンウォッシュとか、クオリティが高いですよね。プロがやってくれてるんで。でも、すごい、僕も、こっちもすごい気に入ってて、いや、嬉しいっす。はい。で、あと、この、着てる、フォトっぽく、フォトティーっぽく作ろうっていうのを言った、この、レンガバッグのロゴですね。うん、これなんか、T シャツにするつもりなく、近藤さんに、なんか、壁紙がてらどうぞっていうプレゼントで送ったら、これも作りましょうっていうのを言われたんで、マジかと思って、ありがたいの。もともと、これまあ、スウェイ君には結構、一回言ったと思うんですけど、はい、初めお話ししたときに。僕、スウェイ君のデザイン本当に好きで。いや、嬉しいっす。
はい、覚えてるか分かんないんですけど、あのクレップとドーベルで一緒にお仕事したじゃないですか。はい。で、あの時からなんでこの人はこんなにイケメンで歌ってデザインできるんだみたいな。嬉しいっすね。そんな言ってくれますか。乗ります。で、ありがとうございます。僕も食べちゃいます。はい。で、普通にツアーティーとかも、はい、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。本当ですか。嬉しいっすね。はい。でもなんか近すぎるし、 LDH と MFC スターが、はい、なんか言っていいものなのかなってずっと、はい、もやもやしてて、この2周年のタイミングでちょっと勇気を持って言ったような感じなんですけど。いや、嬉しいっすよ。もっとやりましょうよ。あ、ぜひね。え、なんかやりたいっす。皆さん聞きました、もっとやりましょうよって。もっとやりましょうよ。そうなんですよ。で、僕普通にちょっと疑問があって、はい、スイ君ってデザインの学校とか行ってたんですか？全く行ってないでしょ。ま、独学ってことですか？独学っすね。でも、なんていうんですかね、結構こう自分、北海道札幌出身で、はい、自分の周りにデザイナーがめっちゃ多かったんですよ。ああ、なるほど。で、しかもめっちゃこうセンスのある、こう例えば、はいはいはい、イベントのフライヤーとか、クラブのイベントのフライヤーとかを作る先輩が多くて、はい、で、まあ、めっちゃ近くだったらこう、ノースコーストバッドボーイズってこう、はい、ヒップホップグループ、北斗さんが率いるホップ、はい、あのヒップホップグループあったんですけど、あそこももうデザインスキルがすごい、センスもすごい高いし、で、一時期その札幌のセレクトショップで、はいはい、ウェブデザインとかもやってたんですよ。その時にこう、なんていうんですか、チラシとか作る時になんかスポンサーとかで、はいはい、あの、はい、広告を入れたりとかしてたんですよ、チラシに。はいはいはい。その広告データが俺の勉強場所でしたね。なるほど。それ、はい、でも僕も分かるんですけど、できないことを仕事でやらされるとできるんですよね。間違いないです。しかもそれが好きなことだったら、なおさら吸収も早いし。あともうめっちゃこう、わかんないことだらけとかなものも多かったんで、はいはいはい。なんかそういう他のプロの業者さんから来るデータとかを、はい、構造を盗みっていうんですか、まあ、こう、ちょっと、参考にして。スキルを盗んだりとかもしながら、はいはい、こうやってんだ、みたいな。ああ、なるほど。なんか、いられとかあれですもんね。なんか複雑に僕なんかちょっとしかいじれないんですけど、はあ、パス？そうですね。パス、あとパスと、なんていうんですか、まあ、レイヤードのこの重ね方だったりとか、はいはい、まあ、細かい、あとその一個のその同じデザインでも過程がいろいろ何通りもあるんで、はい、多分自分はこう独学なんで、もっと近道とかいろいろあると思うんですけど、その、これをやりたいっていう時のこの作業工程に。はい。まあでも遠回りしながらも、なんとか理想に近づいてみたいな。まあ日々勉強する。YouTube とかでも How to でたくさんあるし。はいはいはい。まあ、Instagram でもなんかこう、ロゴの作り方を、なんていうんですか、すごい早送りで上げてるアカウントとかもあるんで。はいはいはい、もうめっちゃ保存しまくってますね。はい、これ、うん、若くて将来デザインやりたい子とかめっちゃいいライブっすね。そうっすね。俺もだって初めてやったのが13の時、中1の時に、はい、中1か。今画面が止まってます、もしかして。動いてます。あ、近藤さんは止まってますね。これ僕は見えてるんですけどね。見えてるっていうか止まってるんですよね、画面が。あ、近藤さんは止まってますね。俺は止まってます。あの、僕のは、スエイ君が。止まってます。スエイ君も止まってるんですけど。これは、声は聞こえてますね、でも。どういう状況なんですかね。
今ね、近藤さんがね、真っ黒になってます。あ、本当ですか。一回、ちょっとスウェ